香川県道、徳島県道2号津田川島線は、香川県佐抜市から、徳島県吉野川市に至る県道である。佐抜市津田町鶴葉にある国道11号との、西町交差点が起点。交差点の南へ道路線に入るとすぐに、四国旅客鉄道高特線の踏切がある。続いて、火山の東側の愛知峠を越える。途中、 津田の松原サービスエリアへの接続路がある。峠を折りしばらく進むと津田川に出会い、これに沿って行くと、途中に大川ダムがある。そこから山道となり、草加峠を越えて、東かがわ市5名で、国道377号との重複区間となり、港川の5名ダムの上流方向へ進む。途中大阪峠を越えた後、5名トンネルに入る。 直前の交差点で国道377号で分かれて、淡わ市場町を陰に入る。現在、淡わ市北は2車線であり、整備はされているが、淡わ市と吉野川市の間は、全入寺島を挟み2本の潜水橋を渡るため、橋路となっている。大型車などの迂回には、徳島県道125号市場学停車場線の阿波江大橋を使うことになる。 吉野川に架か,かる潜水橋、川島橋吉野川、市川東町川島、終点近く、終点、国道192号、白山交差点。ありがとうございます。